こんにちは、トレーダーの友です、えー。それでは今日は、レーザーテック6920ですね、えー、見ていきたいと思います。えー、今日もですね、3.44%安、1210円という形で、えー、ま一、あ、日を通して、まあ、ほとんど変われないというような、そういった展開だったかなと思います。 まあその要因として、やはりソックス指数ですね、アメリカのソックス指数がかなり下落をしてきていますよね。上昇トレンドラインというところも明確にですね割ってきているという形で、まあ、こちらのですね7月あたりのこの高値というところ、これをサポートにできるかどうかというところがです、ね、以上注目のポイントなのかなと思います。だからここのソック指数、今まではそこまでですねこのレーザーテックがすごい連動しているという感じではなかったかなとは思うんですけども、まあ、ここに来てしっかりとですね、この辺のところの 動ききに合わせてきていいるとううような感じがしますでレーザーテックの方ですね、ちょっとチャート見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、一旦たん突き足からです、ね、見ていきましょう。1月始まって、ですねまだ間もないわけですけれども、この足は良くないなという形でスタートをしてしまいました。ギャップダウンの今のところ、陰線という形ですね、丸坊主の陰線です。 で、まあここのですね、2022年の1月、まあ、前回のね、レーザーテックの動画でもお話ししたように、ここの、えー、前回高値っていうところを、力強くですね、 12月の足っていうのは大陽線で抜けてきているので、このままですね、行くことによって、この2024年、さらにもう一段上、もうちょっとで4万円というところまで行ってたわけなんですけれども、ここに来てギャップダウンの陰線という形、かつ前回の高値っていうところも下回る形で引けてきているってなると、これは多分対局の見方としてはですね、やっぱりここは硬いよねと、この3万5千のラインっていうところはなかなか維持ができないというような見方をする投資家がだんだん多くなってくるのかなと。 というふうふには思ってておりますそして週足ですね、はい、で週足ベースで見ると、まあ、そんなにです、ね、まだあのチャートが崩れたと、この上昇とエンドラインっていうのが明確に崩れたというところまでは行ってないかなとは思います。まあ、ただ、あまあ、久しぶりにです、ねえー、この高値、しっかりつけたところからですね、えー、ギャップダウンで陰線できていますので、やっぱり心理的にはです、ね、だいぶ理覚が進みやすい値位置には来ているかなと思います。 この週足で非常に重要なのは、あまあ、今回ですね、2日間、木曜日、金曜日だけで作ったこの足ですけれども、来週はですね、まあ、3連休もありますので、4日間で作る足なわけですが、まあ、重要なのは、陰線にしないということかなと思います。 まあそれはなぜかというと、この上昇ですよね。9月から作っているこの上昇の中で、陰線が2本続いたことは1回もないわけですよね。まあ、ちょいちょい陰線というのは挟んできているわけではあるんですけれども、えー、それでいてですね、2週連続で陰線となると、このね、上昇トレンドラインというのも明確に割ってくるわけですし、やっぱり下で、えー、ずっとですね、持っている人たちっていうのが利格をしたくなるっていう、そういったね、指標にもなったりはしますので、この2週連続陰線っていうところを何とか避けたいというのがね、 来週一週間のそういった流れになるのかなと思いますので、そこも注目をしておきたいところかなと考えています。で、冷やしですね。見ていきますと。 まあこのトレンドラインというのが、ちょっとここのところが飛び立っているので、このラインで一番いいのかなというところは、正直、疑問ではあるんですよね、こっちの方を取るっていうのもあるかなと思うんですよね、その場合っていうのは、こういう形になるとは思うんですけど、いずれにしても、この今日の因線というのは、このトレンドラインっていうのは一応、割ってはきていると。 えー、わけになりますので、こうなってくると、まあ今日もかなり利確は進んだんじゃないかなと思いますし、来週以降っていうこところも、やはりギャップダウンとかでスタートしてしまうとですね、さらなる、この下から買ってきた人たちの利確売りっていうところが、まあ、目立ってくるのではないかなというふうには思います。今日ちょっと何がダメだったかというと、やっぱりこの出来高だまりですよね。3万4700あたりにいい出来高だまりあったわけなんですけども、 これをですね昨日の段階では下ヒゲの陰線で巻き返していたので、あこれは今日もですね続き橋以上であれば行ってもいいかなというふうに思っていたんですけども、まあ、いった状況がもう今日よりから悪かったので、今日はちょっとノーチャンスだったかなと思います。しかも、この出来高止まりっていうところをすッとです、ね、ノンストレスで抜けてきてしまったっていうことを考えると、やはりこのお値打ちであっても、ですねいの圧力っていうのがなかなか入らなかった、まあ、そういう一日っていうふうに言えるんじゃないかなと思います。 でここを抜けてしまったとなるとですね、ここからあー、まあ、上をね、狙うっていうのは、あまり優位性はないですよね。やっぱここのところで、えー、さらなる売りっていうのが入ってくる可能性がありますので、やっぱり一旦下、えー、っていうところは、十分シナリオに入れておかないといけないと思います。 まあそうなってきますと、えー、直近ですね、この押し安値のところですね、こ、えー、この3万2千0 0円、三、えー、万二千六百あたりですね、この辺のラインというのは一つ意識をされるでしょうし、もう一段下となると、こうですね、出来高だまりがありますが、これが3万1000のラインですね、この辺のところまでの調整っていうところは、は十分考えておかないといけなくなってきた、あそういった状況かなと思います。まあ、今日の日中足とかをちょっと見てもですね、はい。 まこんな感じになってまして、ブヤップラインをなかなか越えられないというような形で、最後はですね、安値引け、ブヤップラインからかなり離された状態で引けていますので、き今日買った人たちはほとんど含み損というような形で終了している、こういったことを考えても、来週ですね、寄り付き、これが少しでもギャップダウンしてスタートするとかなり危ないかなと思いますね、今日は続き足から来ててもこれだけやられているので、ギャップダウンするかどうか、これはですね、もしレイトレをする際に考えることとしては、まず一番重要なことですよね。これよりもえ で始まって少しでもねギャップアップして始まらないと、ちょっともうかなり苦しいかなというふうに見ております。はいということで、まと,まとめると、ですねえ来週に関しては週足がこれがですね陰性ならないということが非常に重要と、それから冷やしベースで見ると、もう割っているようにね、トレンドライン割っているように見えますので、3万2600あるいは3万1000、こういったところまでの下げ止まりっていうところは、ですねえ一応確認をした上で入っていかないと、この安値、ね。 押し,してるからといって、ですね寝転がりっていう感じで、えー、買っていくとかなりやられやすい位置には来ているので、まあ、そこも要注意という感じになるのかなと、そんな風に思っております。はいということで、まあ今日の夜はですね、えー、雇用統計、アメリカの、ね、雇用統計もありますので、そこでまた為替の動きとかね、まあ、そういったところも注目になるかなと思いますので、引き続きですね、えー、また情報があ、まあ、決まり次第ですね、えー、ちょっと動画にもしていきたいなというふうには思っています。 それから、デーザテックに関しては2月5日ですね、1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後に決算発表されますので、ここに向けたですね、この動きっていうところも今後出てくるかなと思いますので、そういったところですね、他の半導体関連の銘柄の決算っていうのも、ぼちぼち今月からですね、出てきますので、そこも一緒に見ながらですね、あとは即帰数ですよね、即指数の動き、ここも合わせて見ながらっていう形になるかなと思いますので、引き続きですね、注目はしていきたいと思います。 えまあドル円の方ですね、少し145円にも載乗せてきていますね、この下落のトレンドラインを上に抜いてきて、かなり力強く冷やしでも来ていますので、これ自体はレーザーテックにとってはですね、プラスの材料かなと思いますま。こういったところもですね、総合的に見ながら見ていきたいなと思います。 はい。ということで、えー、今日はですね、えー、ちょっとおコメントの方でもですね、リクエストがありましたので、レーザーテック見ていきました。参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ですね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。あと、TwitterX の方ですね、えー、こちらの方の Amazon ギフトか、Amazon g 券ですね、えー、プレゼントの方もお今日までのお応募となってますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。